1995年から1996年コミックボンボンにて「ストリートファイター2」類列伝連載、2000年から2012年「週刊ヤングマガジン」にて「空手小講師小日向実」連載、2012年から2014年「週刊ヤングマガジン」にて「空手小講師物語」連載、2018年から「月刊少年シリーズ」にて「ライドンキム」連載中です。読み切り作品「デッドゾーン」。以上が馬場康先生の主な作品になります。1989年からマガジンフレッシュにてマジックボーイ掲載、1991年から1994年週刊少年マガジンにて破壊王のりたか連載、これは作画担当になります。1995年から週刊少年マガジンにて光の剣連載、これは作画担当になります。1997年から1999年週刊少年マガジンにて人間狂気カツオ連載、2001年から2002年週刊少年マガジンにて霊長類最強伝説ゴリオ連載、2003年から2005年週刊少年マガジンにて伝説のヘッドショー連載、これは作画担当になります。2006年週刊少年マガジンにて格闘料理人武蔵連載、2007年から2012年月刊ヤングマガジンにてネイチャージモン連載、これは作画担当になります。2016年週刊ヤングマガジンにてどこでも野村くん掲載、これは作画担当になります。以上が鴨井隆先生の主な作品になります。1981年から1984年「週刊少年サンデー」にて「さよなら三角」連載、1981年から1983年「週刊少年サンデー増刊号」にて「ラブラブポリス」連載、1983年から1984年週刊少年サンデー増刊号にてとりあえずオンエア連載、1984年から1987年週刊少年サンデーにてジャストミート連載、1985年から1986年週刊少年サンデー増刊号にてジャストミート外伝パウルチップ連載、1987年から1990年少年ビッグコミックヤングサンデーにて冬物語連載、1988年週刊少年サンデーにてマイペース風太郎連載、1989年から1990年週刊少年サンデーにてフリーキック連載、1990年から1994年ヤングサンデーにてうちにおいでよ連載、1991年から1996年ビッグコミックスピリッツにてやったろうじゃん連載、1994年から1997年週刊ヤングサンデーにていつでも夢を連載、1997年から1999年週刊ヤングサンデーにてサムデイ連載、1998年から2002年ビッグコミックスピリッツにて青空連載、1999年から2001年週刊ヤングサンデーにてシーソーゲーム連載、2001年から2004年週刊ヤングサンデーにてデナッタ君といた永遠連載、2002年から2004年週刊ヤングサンデーにて G 極道ガール連載、これは作画担当になります。2005年週刊ヤングサンデーにて電車男ネット発各駅停車のラブストーリー連載、これは作画担当になります。2006年から2008年週刊ヤングサンデーにて星の降る街連載、2008年から2009年モゴマンにてエキコイ連載、2009年から2010年ビッグコミックオリジナルにて冬花火連載、2010年から2012年ビッグコミックスペリオールにて王様のホームタウン連載、2012年から2014年ビッグコミックスペリオールにてバンクーバー朝日ムーン連載、これは作画担当になります。2013年から2016年ビッグコミック増刊号にてハートボール連載、これは原案作画担当になります。2019年から2021年ビッグコミックにてしょうもない僕らの恋愛論連載、2021年ビッグコミックにてランプ・ザ・ヒール連載、2018年から2019年コミックランツインズにて大東小町連載、これは作画担当になります。以上は原秀則先生の作品になります。1991 1982年から1994年「週刊少年マガジン」にて「光太郎魔界通る」連載、1995年から2001年「週刊少年マガジン」にて「新光太郎魔界通る柔道編」連載、2003年から2004年「週刊少年マガジン」マガジンスペシャルにて「光太郎魔界通る L」連載、読み切り作品「あいつは狂気」。以上は蛭田達也先生の主な作品になります。2014年「週刊少年ジャンプ」にて「黒子のバスケ」連載、2014年「少年ジャンププラス」にて「黒子のバスケ番外編」連載、2014年「少年ジャンプネクスト」にて「黒子のバスケエクストラゲーム」連載、2017年から2018年「週刊少年ジャンプ」にて「ロボット×レーザービーム」連載、読み切り作品「黒子のバスケ×日の丸相撲」、「前衛のアーチャー」、「きつね日和のポンジロー」、「キルアオハル」、原作担当黒子のバスケリプラス、こちらは小説になります。黒子のバスケリプラスプラス、こちらは漫画になります。以上は藤巻忠俊先生の主な作品になります。2001年から2013年「週刊ヤングジャンプ」にて「華麗なる食卓」連載、2014年から2017年「週刊ヤングジャンプ」にて妖怪少女モンスナ連載、2016年から2019年グランドジャンプにて寸止めミルキーウェイ連載、2017年から2018年ツイッター同人誌にてドメザレ頼んでみた連載、2020年から2021年増刊グランドジャンプ無茶にて寸止めミルキーウェイアナザーエンド連載、2020年からウルトラジャンプにてまばたきより早く連載中です。短編集フラットウニコ収録作品アニハデストロイ、俺とナノカの歪んだ恋愛、桃桶ミニ、桃桶ミニの2、桃桶スーパー、妖怪少女モンスナ出張版、みんなあげちゃうセキュール。以上は船津和樹先生の主な作品になります。1993年から1996年「週刊ヤングマガジン」にて「池イヤ中卓球部」連載、1997年から1988年「週刊ヤングマガジン」にて「僕と一緒」連載、1999年から2000年「週刊ヤングマガジン」にて「グリーンヒル」連載、2001年から2002年「週刊ヤングマガジン」にて「秘密」連載、2003年から2005年「週刊ヤングマガジン」にて「シワテラ」連載、2006年から2007年「週刊ヤングマガジン」にて「ワイントガキギス」連載、2008年から2010年「週刊ヤングマガジン」にて「シミアノール」連載、2012年から2013年「週刊ヤングマガジン」にて「サルチネス」連載、2016年から2017年「イブニング」にて「ゲレクシス」連載、短編集2001年「稲作」2001年「僕とお昼」。以上は古谷実先生の主な作品になります。1983年「週刊少年マガジン」にて「俺たちのいただき」連載、1984年から1986年「週刊少年マガジン」にて「15ラブ」連載、1986年から1987年「マガジンスペシャル」にて「涙のバレーボール」連載、1987年から1992年「週刊少年マガジン」にて「オフサイド」連載、1992年「週刊ヤングサンデー」にて「勝利の朝」連載、1992年「週刊少年マガジン」にて「ミスバレーボールレース」連載、1993年から1995年「週刊少年マガジン」にて「J ドリーム」連載、1996年から1997年「週刊少年マガジン」にて「J ドリーム」小編連載、1998年から1999年「週刊少年マガジン」にて「J ドリーム完全燃焼編」連載、2000年マガジンスペシャルにて「ボーイミーツガールマウンドの少女」連載、2001年から2002年「週刊少年マガジン」にて「ロード輝ける道」連載、2002年「週刊少年マガジン」にて「ロード2つの太陽」連載、2003年から2004年「ヤングマガジンアッパーズ」にて「史上最低のレガッタ」連載、2004年から2005年「週刊少年マガジン」にて「覇王の剣」連載、2005年から2007年「モーニング」にて「イカロスの山」連載、2008年から2009年「ビーラブ」にて「プリンセス・オン・アイス」連載、2008年から2012年「ビッグコミック・スピリッツ」にて「明日のない空」連載、2006年2008年「週刊ヤングマガジン」にて「中澤佑二物語」連載、2010年から2012年「週刊ヤングマガジン」にて「コラゾンサッカー魂」連載、2014年「週刊少年マガジン」にて「青春少年マガジン紙の翼」連載、2013年から2015年「大和渓谷」にて「ナツコの百名山奮闘記」連載、漫画オンウェブにて「エビル光と影のタペストリー」連載、漫画オンウェブにて「エビル2メビウスの扉」連載。以上は平内夏子先生の主な作品になります。1997年から2005年「週刊少年マガジン」にて「徹夜邪性と呼ばれた男」連載、2003年「週刊少年マガジン」にて「戸隠フクロウ」連載、これは作画担当になります。2006年から2007年「週刊少年マガジン」にて「少年無軸シンクロ」連載、2008年から2009年「週刊少年マガジン」にて「新約契約者ハウス2」連載、2011年から2012年「モーニング」にて「テラシネマ」連載、2014年から2017年「ビッグコミック増刊号」にて「白魔伝の石」連載、2014年から2016年「ビッグコミックオリジナル」にて「ABC 殺人事件」連載、2014年から2019年「ビッグコミックスペリオール」にて「江川と西本」連載、これは作画担当になります。2017年「ビッグコミックオリジナル」にて「青ざめた馬」連載、2018年から2020年「コミックランツインズ」にて「宗慶潮の譜」連載、2020年から「ヤングチャンピオン」にて「日本を作った男渋沢栄一青木日々」連載中です。以上が星野靖先生の主な作品になります。1980年「週刊少年サンデー」にて「弥生マイラブ」連載、1980年から1984年「少年サンデー」増刊にて「さつまの猿飛び」連載、1981年から1982年「週刊少年サンデー」にて「ドッキリドクター」連載、1982年から1985年「週刊少年サンデー」にて「グーグーガンモ」連載、1985年から1987年「少年ビッグコミック」にて1987年「ヤングサンデー」にて「東京探偵団」連載、1985年から1986年「週刊少年サンデー」にて「青空フロッピー」連載、1986年ビッグコミックスピリッツにてアドリブシネクラブ掲載、1987年週刊少年サンデーにてアイムナム連載、1987年から1992年週刊ヤングサンデーにてママ連載、1987年から1989年アクションブラザーにて、1990年から1991年コミックアクションキャラクターにてジャッジ連載、1988年ビッグコミックスピリッツにてユニバーシティボーイズ連載、1988年から1989年「ビッグコミックスペリオール」にて「グローアップ」連載、1989年から1990年「月刊コミックバーガー」にて「バイオハンター」連載、1989年から1991年「ビッグコミックスピリッツ」にて「リザベーションプリーズ」連載、1991年から1993年「月刊コミックバーガー」にて「ごめん遊ばせ」連載、1991年から1996年「ビッグコミックスペリオール」にて「愛しのバットマン」連載、1992年から1993年月刊少年キャプテンにて熱血武蔵連載、1992年から1999年週刊ヤングサンデーにてハロー連載、1994年から2005年2012年2016年ビッグコミックスピリッツにて、2017年からビッグコミック増刊号にてギャラリーフェイク連載中です。1996年から1998年ビッグコミックにて幸福の丘ニュータウン連載、1999年から2000年漫画アクションにて SOS 連載、1999年から2000年ビッグコミックにてフィールドメガホン連載、2000年ウルトラジャンプにてたけり姫不定期連載、2000年から2002年月刊サンデージェネックスにてザ・スリーパー連載、2001年から2002年週刊漫画娯楽にてキャットウォーカー不定期連載、2001年週刊ヤングサンデーにてプライドハンターゴーン掲載、2002 2003年から2011年、ビッグコミックにてダブルフェイス連載、2003年から2006年イブニングにて、2012年から2014年モアイにて闇の論破連載、2006年から2014年ビッグコミックスピリッツにて電波の城連載、2013年から2015年月刊ヒーローズにて朝日一葉不定期連載、これは原作担当になります。2014年から2016年漫画アクションにて姫拓連載、2014年から2015年ビッグコミックスピリッツにてアキンロード連載、2014年から2016年ビッグコミックにて市松捕物帳連載、2017年から2020年ビッグコミックにてバディドッグ連載、2017年から2019年月刊ヒーローズにてさすがの空飛び G 連載、2021年からビッグコミックオリジナル増刊号にて1978年の漫画飯連載中です。2021年からキッコマコミックデイズにてコリとゲバルト連載中です。短編集2014年細野藤雄短編集、2016年細野藤雄短編集2、2018年細野藤雄短編集3、2021年細野藤雄初期短編集 A 面、2021年細野藤雄初期短編集 B 面、読み切り作品1979年フラッシャー・ジョー、1979年ザ・宇宙パトロール、1983年明智くんリポート、1988年カルビ危機一発、1990年ロボ級、1998年愛しのバットマンリターンズ、1998年ギャラリーフェイクアネックス、2001年ご長寿探偵石豆、2016年ギャラリーキャッツ、2016年タトゥーあり、2018年ギャラリーフェイク特別編国宝 G 面の憂鬱、2019年2020年満喫ブルース、2020年2021年白黒スペシャルデザイン1983年フラッシャー・ジョー、ユニフォームデザイン1985年ダーティーペア、ゲームキャラクターデザイン1991年ラムランジュポイント1997年グランドレッド。以上が細野藤彦先生の主な作品になります。